リラク屋の花澤です。本日はこちらの大和なでしこ生態読本を参考に、免疫力やストレス、女性ホルモンに関わる胸腺の働きを高める胸腺たたきをご紹介します。私に任せてという時に胸を叩きますけれども、じゃあここに胸腺があるんですね。でこの胸腺を叩くっていうことによって、自信がついて不安を鎮めるっていう働きがあります。これ無意識にやっている仕草ですね。で、胸腺というのはですね、この鎖骨のすぐ下ぐらいのところにあるんですけれども、リンパ系の器官でして免疫力に大きく関わっています。また女性ホルモンの働きにも関わっています。この胸腺っていうのは子供の時はからだんだん大きくなるんですけども、二十歳を境に、縮小でしていって機能も低下しますので、お年を取ると、免疫力が弱くなるわけですね。でその胸腺を刺激するために時々叩くっていうのはとてもいいこと で、その胸腺を叩き方なんですけれども、第一関節と第二関節の間平たい部分、手を軽く握ってこの部分で叩きます。こういう感じですね。服装はゆったりとしたものにしてください。きっちりした締め付けがあるものですと良くないんで、できれば下着も取ってですね、楽な状態で、刺激をするようにしてください。叩き方としては軽く小刻みに優しく リズムよくですね、小刻みにトン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 って感じで、叩きます。痛くないぐらい。これやることによってプレッシャーとかストレスが和らいできて、明るい気持ちに自信が出てきてということになります。以上です。ありがとうございました。